はい、どうも皆さんこんにちは。雨の日は無性に外に出たくなる。よろしくお願いします。このタイトルいるのかな。これ新作なんですけども、ちょっと待ってくださいね。今日はちょっと話長いよ。まず長い。まず最初に必殺技の話なんだけども、必殺技ってね、波動拳の昇竜、今出たね、パワーゲーザーとか。波動拳と、波動拳で、竜巻旋風脚？わかりやすく言ったら、波動拳下、下右の、パンチで、それと、それのキックバージョンで、下右のキックで、もう一つ、昇竜拳じゃない、竜巻旋風脚の下左キックでしょ。でそれと、下左の、パンチ、この4種類しかありません。で多分だけど、だから画廊伝説はもうそういう なんて言うんだろう。あ、今日話長いよ。あ、これでもほらこれ結構グラフィックめちゃめちゃいいでしょ。なんか俺好きだな。ちょっとキャラクターちょっと小さめだけどね、まあしょうがないとして結構好きだけどね、音楽とか。それぐらいかな、ゲームに対しては。あとね、あんまさきさき言うのもあれなんだけど、この後って、いろいろ考えてるんだけど、そのうちの、サムライスピリッツと新サムライスピリッツはもう、参考、紹介程度にしておきます。っていうのはなんでかっていうと、原作やったことないから。なんか俺のやってるゲームってさ、原作やってないとやっぱりちょっとつまんないんだよね。まあ、ガロデンスは全然操作感違うけどさ。あ、ほらこれ見て、結構グラフィックいいでしょ。結構ね、好きだわ。でまあこのゲームは32キャラいるんで、多分32体倒さないといけないんだろうなと思っていますけれども、まあそれぐらいにしときましょうか。それとね、もう一つ言いたことあると思う。今日さ、さっきの収録終わってさ、さっきの収録何だったっけな、あ、ストリートファイター4だ。あのゲームも終わってさ、でジャンパー羽織って外行こうと思ったんだよ。じゃあなんかさ、袖のとこからゴキブリがピュ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 って出てきてさ、もうなんだろうね、もう なんか頭真っ白になった。最初なんかゴミかなんかと思ったけどね、真っ暗だったから部屋。もう60くらいであんま電気もつけずにやってたからさ。あれはちょっと発狂したよね、ほんと。まあそういうこともあるっていうことですよね。そういうこともある。これも、あ、今出た。あ、今、あ、ちょっと待って、今俺の知らない必殺技が出た。もう一回出ないかな。やっぱあるんじゃんこいつ。ああ、また録画見るわ。あのタンフールであるんじゃん必殺技。あ、もう一回今動画見よう。ということで、もうあの始めていきます。ちょっとあれが長すぎるからね。ああ、もう一回見よう。いや、ぐるんってなった。あ、そいつか、それか。どういうことこれ。あ、よっち、俺なんか分かってきたと思う。なんかイージーモードだったらあれでいっぱい出るんだ。そういうことかな。
え、だってガロ伝説じゃないわ、あれもタイプ A と、ガロガロ伝説2は A タイプと B タイプしかなかったしね。え、ちょっと待って、出るのこれ。あ、ゲーム難易度でじゃないかな。ちょっと一回やってみますね。っていうか、一回やってみますねって、いっか。あ、これも。すげえ。なんかグラフィックいいでしょ、なんか。あ、やっぱこれ出てるわ。なんなんだろうね。多分難易度で操作方法も変わるんじゃない?これめちゃめちゃ、ほら、ファミコンなんで、これ、リアルでしょ。こういうの好きなんだよね。てか、そろそろ始めろよって言われる。まあ、最初でもこういうのいいじゃない?こういうの見てる。あ、タンフールなんか、やってたね、なんかひたたた。こいつもほら、あるでしょ、なんか、あの、あれ出せなかったね。まあまあやっていきます。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 はい、やっていきまーす。もういい、わかりやすくこいつからやっていくか。ね。俺も下からやりたいな、なんか。いつも上ばっかしやってるから。これだから、この8キャラを、なんか色違いなんだよね。パレット違いなんだよ。以上。これはキック、これはパンチね。ね。これはパワーゲイザー。あれ?波動。これが、波動拳。で、これがパワーゲイザー。なんだ、竜巻旋風脚のパンチバージョン。で、キックはない。キックは全然ない。だから出ない。よし、それじゃ。次行こう。次。もう手際消していかないとね。動画編集しないしさ。あ、押しすぎか。これなんでローでやるかっていうと、ローでないとさ、攻撃が激しくて、そんな、チェックしてられないからさ。てか、これいるのかっていうか、俺もやりたくないけどさ、これやらないとさ、操作がさ、わかんないでしょ。自分もわかんないんだから。まず波動拳、波動拳ね。で、これが竜巻旋風脚のキックバージョンね。竜巻旋風脚のキックバージョン何も出ません。ほんでキックだな。キックボタンで波動キックで昇竜拳。あ、昇竜拳じゃない、なんだ、竜巻旋風脚やだね。竜巻旋風脚、竜巻旋風脚で出ます。竜巻旋風脚ガロー2は向き関係なしにあれが一緒なんで。オッケーかな。オッケーやろうか。波動拳で反対はなしと。でキックの波動拳はなしで、竜巻旋風脚のキックはこれね。はい、それでは次行きまーす。なんか分かりにくいか。なんか前紹介したの自分で動画見てなんか全く わけが分かんなかったから、ちょっと分かりやすく行きますか。まあ、なし4つしかないからね、もう4つしかないから、このキャラでやっていこうかなと思ってるんだけどさ、ちょっとなんか にゅるってるの、だいぶもう長時間プレイしてるから、まあいいや。まずこれが波動拳ね。で反対の波動拳はない。はい。でキックあれ、キックの、波動拳のキックバージョンない。はい。で、これ、竜巻旋風脚はこれ出ます。だから、下、左、キックか。で、出ます。
これがね、さっきの。で、あとは波動拳だね。波動拳これ出る。うん。以上。あ、次行こう。もうこれ紹介動画も、紹介動画っていうか、自分がわからないからね。これ技ね、出してたなぁ。俺が知ってるの2つしか出ないんだよね。ちょっと、わかんないね。相手だけが出せるってそんなあるのかな？で、これね。波動拳。で、逆の波動拳は、あ、これね。あの、壁ジャンプのあれ。これこれこれ。あの、よく、あれ出せないんだよね。さっきの出せないんだけどさ。炎に包まれたやつ。よくチュンリーがやってたやつね。チュンリーが、昔やってた。あ、チュンリーっていうか、昔からこういう技あったよね、なんか。忘れたけど。バルログみたいな。確かあったと思うよ。で、それが、昇竜拳のパンチで出ます。これね。やったっけか。波動拳がこれ。で、なんだ、これ。これが、下左のパンチか。で、これが出ます。もう一回見ます。これで、昇竜拳のパンチバージョンで、で、波動拳でセンスでしょ？ね。で、キックが何も出ない。キックが何も出ない。出ない。っていうことで。じゃあ、なんだ、炎に包まれるやつどうするんだって言われても困るね。まだ解明されてないから。これ紹介動画だからな。こういう収録しながらちょっとなんか発見するっていうのちょっと結構難しいね。あ、もう12分やってるじゃん。マジかよ。ちょっとテキパキやっていきます。見てる人もね、12分やったら疲れるからね。これも12分やったら疲れる。やっぱり動画見る人っていろんな人の動画見るでしょ。俺もそうなんだよ。だからちょっとでも思いなくなかったらブラウザバックしてしまうからね。これやったらこいつか。はい。なし、パンチからいきますね。波動拳。あ、これ、波動拳。これ、波動拳ね。波動拳。右下、パンチね。で、あ、昇竜拳で、なんだ、リューコランブルみたいなやつ。左下、左のパンチで出ます。これね。もう一回ろうか。左下、左で、パンチね。で、キックが、はい、何も出ない。あ、ちょ、もう一回ろうか。はい、何も出ない。出ないっていうことでね。はい、次行こう。次行こう。見てる人はね、そんなにね、あれしなくても、結局、あんまり黒かったら、早巻きするからね。まあ、チンタラチンタラするしね。こいつがやったから、次こいつか。こいつがね、出ないんだよなぁ。まあ、やってみます。一個しか出ないよ。これパンチね。波動拳。波動拳。あと出ない。で、反対のパンチは出ない。で、キック。キックも出ない。キック出ないでしょ？あれ？あれ？今、出た？違うよね。これ、勝利できないのかな？出ない。はい、出ない。キックは全然出ない。で、これ1個なんだよね。でさ、ちょっとが、なんかキャラが、なんか、デモでやってるのは分からないです。分かる人がいたらちょっとコメントすぐください。すぐにください。もう今すぐ書いて、もう今すぐ。もうその動画はまた作るから。あ、じゃあコントロール変えようと思ってんだな、これ。
操作性があれだから、十字ボタンついてるやつ、これプレステ2だからさ、もういいや。次変えたらいいんだ。あ、もういいや、いいや。ていうか今変えたと思う。あ、いや、やめとこう、やめとこう。それでコントロール動かなくなったら、また収録ダメになるから。こいつか。はい。まずパンチだな。パンチ、パンチ、あれ？これ、波動拳。で、反対の波動拳はなしね。あ、あれ出る！ブリッツボール出る。昇竜拳の、だから下、左、下、左でパンチでさっきのブリッツボールね。んで、波動拳ね、これ。カイザーウェーブね。波動拳でカイザーウェーブ。下、右、下、右、パンチでカイザーウェーブ。で、蹴りが全然出ない。出ない。蹴るは全然出ない。以上。次行こう。ちょっと頭ボーっとしてきたらなんかいっぱい収録するから。今日で終わりだな。さっきの収録がきつかったな。ストリートファイト4をやってたんだけど。これこの なんだこの必殺技が波動拳だから下右下右パンチね。で反対、あ、反対はこれだ。下左下左の下左下左パンチでこれが出ます。キックは何も出ない。キックは何も出ない。はい、以上です。終わり。今日はこれぐらいで終わっときたいと思います。次回から実践だね。はい、それでは終わりたいと思います。